コモンアドレスリダンダンシープロトコルはローカルネットワーク内で複数のサーバが IP アドレスの設定を共有することを可能とするプロトコルである。主な目的はフェールオーバーの上調性を確保するためである。CARP の構成では VRRP と HSRP の両方に似たサーバロードバランスの機能がある。CARP は BSD 系の OS に実装され、 Linux にも移植されている。その作者は、アメリカ合衆国特許第547万3599号の特許に抵触していないと主張している。もし、パケットフィルタを実行している1台のコンピュータがダウンしてしまった場合、パケットフィルタの片側のネットワークはもはや通信できないか、パケットフィルタなしで通信する。 しかし、2台のコンピュータがカーアップで IP アドレスを共有している状態でパケットフィルタを実行していて、障害が発生した場合、バックアップ用パケットフィルタに引き継がれ、障害に合わずに残った方のパケットフィルタのコンピュータは、障害を認識することなく、操作は通常通り続行される。新しいパケットフィルタが古いものと同様の動作の実行を確実にするために、 不シンクドプロトコルがパッケットフィルタの状態を同期させるために使用される。カープを利用しているホストのグループは上長グループと呼ばれている。上長グループはグループのメンバー間で共有、または分割された IP アドレスを自身に割り当てる。グループ内部は一つのホストがマスターに指名され、残りはスレイブと呼ばれる。マスターホストはモッカ、 共有 IP アドレスをテイクしているホストでその IP に対するあらゆるトラフィックや ARP 要求に応答する。各ホストは複数の上場グループに所属することもできる。各ホストは2つ目の固有 IP アドレスを持っている必要がある。CARP の一般的な使用方法は上場ファイアウォールのグループを作ることである。上場グループに割り当てられた仮想 IP アドレスは デフォルトのゲートウェイとして、クライアント機に設定される。もし、マスターファイアウォールが故障したり、ネットワークとつながらなく、なった場合、仮想 IP アドレスは、スレーブファイアウォールの一つが引き継ぎ、サービスは中断なく利用できる。1990年代後半に、IETF は、共有 IP の問題の解決策に取り組み始めた。1997年には、シスコシステムズは、 共有 IP についてシスコの特許でカバーされたことを IETF に伝えた。1998年にシスコは HSRP の特許でカバーしたことを伝えた。それにもかかわらず IETF は VRRP の作業を続けた。数度の議論を経た後 IETF の VRRP ワーキンググループはラントライセンスライセンス条件の下で サードパーティーが利用できるように公開される標準規格の特許の資料にふさわしいと決定した。VRRP は HSRP プロトコルに関する問題を修正していたため、シスコはまだ HSRP の特許を主張しながらも代わりとして VRRP の使用を始めた。シスコはオパングスドの開発者たちに HSRP の特許を施行することを知らせた。これは アルカテルとの訴訟が関連している可能性がある。したがって VRRP のフリーな実装を作れなかった。オパンブースドの開発者は合理的かつ非差別的ライセンスの条項は必ずオープンソースでの実装を除外するものとして特許を取得した VRRP の代わりとしてカープを作り始めた。HSRP の特許に抵触しないように彼らは カーアップのアイデアを根本的に異なるようにしてアイデアを守った。オパンブスドのセキュリティに焦点を当てた。開発のためにカーアップはセキュリティを考慮して暗号化の技術を取り入れられて設計された。2003年10月に完全に特許フリーな形で利用可能になった。2005年5月にはフリーブスド豪邸に呼んでフリーブスドに統合されて最初にリリースされた。 以降、ネトブスドに統合された。OpenBSD.org より、引用、もちろん、最後の注意として、IANA に請願した時に、IETF の主要部を規定している、オフィシャル、カープと不ンクの、インターネットプロトコル番号が与えられるという、私たちの要求が拒否された。どうやら我々は公的な標準化団体の承認を得ることに失敗したようだ。 したがって私たちは何か他の数値と被らないプロトコル番号を選択することを余儀なくされ、カープを IP プロトコル番号112で配置することを決定した。我々はまた空いていた未使用の番号に不信区を配置した。我々はこれらの決定を IANA に知らせたが、彼らは返答することを断った。この要求が行われた時点では、 IP プロトコル番号は RFC2780 の規則すなわち IESG の承認や標準的な行動のプロセスに従って IANA によって割り当てられていた。これらのプロセスの両方は CARP にはなかった要求されていたプロトコル番号のために原文の使用書が記述されたプロトコルを必要としていた。技術的な使用は CARP のために提出されず、 IANA は固有なプロトコル番号の割り当ての要求を断った。IP プロトコル112は1998年に IANA によって VRRP 用プロトコルとして以前に割り当てられていたもので、それから継続してこのプロトコルが使用されている。CARP は以前に VRRP プロトコル用に IANA によって割り当てられていたイーサネットの MAC アドレスの配列を使用している。同一の VRRP グループ ID を CARP の仮想ホスト ID として同一ネットワーク上で VRRP と CARP を実行することは MAC アドレスの競合するためできない。ありがとうございます。